What's up guys? This is Socha. 皆さん調子どうですか？シーズン1終わりましたね。いやーみんなさんね、素晴らしい人たちばっかりでしたよね。なんかもう個人的にも、思い入れのある店いくつかありましたし、でまあ今振り返るとね、シーズン1を、一番最初僕ら何にももう最初ない状態、実績もないし、でどんなことをやるかもわからない状態でね、福耳ラーメンさん、一番初めの回ですよね、友成さんに電話してから、撮影させてくださいって言ったら、まだ何をやるかもわからないし、どんな放送されるかもわからないので全部 OK いただいて、いやもう感謝しかないですよね。でまあいろんな方にねお声かけて、それからあの3番目4番目5番目って言うんですけど、まあ、中でもまあステファンさん、そういうアメリカンを出している店、今までアジアばっかりだったのがそこでちょっとね、受け入れてくれたっていうのはもうすごい嬉しいですよね。もう来いよ来いよ来いよと、もう全部ここも映せいいよって全部言ってくれたのはほんの嬉しかったです。でまたあの料理ステーキめちゃくちゃうまかったんですよ。味で言うとねやっぱり、ユイさんとかね、まあ季節ごとに変わるっていう意味ではやっぱり、ユズさん、スイーツラクさんもそうですけど、季節ごとに味がねテイスト変わるんで、メニュー構成がそれはもうぜひね皆さんあの毎回楽しめると思うんで、そういうところもチェックぜひしていただきたいなと思いますね。あとね、僕個人的には、これは難しかったなっていうのは、ポエムで、僕がやっぱオーナーさんとこう実際向き合ってお話しさせていただく中でね、どういう言葉も人生をね、こう伝えれるかっていう、1週間ぐらい頭ひねらしてね、ずっと考えて出した答えがあのポエムなんですよ。ですから人間ドラマをね、ああいう風に、映像で映してあそこで落とし込むっていうのはやっぱりかなり苦労しましたね。まあ、そんな感じで、まあ、シーズン2ですね、これからまた入っていくんですけども、まあ、ラスベガスだけじゃなくてカリフォルニア、ニューヨークの方でもね、これも行けたなと思っております。ではまたシーズン2でお会いできることを楽しみにしてます。じゃあ See you next time。そうチャンネル。では、僕もね、失敗してるとこいっぱいありますんで、ぜひ皆さん見ていただいて、笑ってください。どうぞ。What's up, guys? What's up, guys? ちょっと待って。OK。何のソースだろう。わー。So we have a smoked surf and turf, dry aged New York on the bottom, Alaskan king crab, huckleberry puree. クランベリーですね。いただきます。What's up guys? This is Socha. What's up guys? This is Socha. Today, we're here at... Okay, now it's okay.
What's up, guys? 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 This is... I got 解析おまかせる 何回テイクすんねん、これ Today is season 1 finale. So...We're here. Okay. What did you say? The first one. Hello, not hello. What did you say? Thanks for watching. If you enjoyed the video, please like and subscribe. See you next time.